私たちの佐賀女子高校の紹介をします。朝日学園と呼ばれる学校法人の敷地内にあり、短期大学、高校、子ども園があります。佐賀女子高校の学校目標は生徒一人一人の夢、目標の実現を支援するとなっています。主な学校行事を紹介します。4月には入学式があります。最初はとても緊張しましたが、すぐに仲良くなり、今ではどんなことでも相談できる友達がたくさんいます。4月から美女子の授業が始まります。美女子になるためにたくさんのことを学びます。1年生全員で行く宿泊研修があります。野外炊飯やフィールドワークでたくさんの友達ができました。5月には高校総体があります。バドミントン部、新体操部、剣道部、サッカー部など強豪の部活がたくさんあるので、応援する方も気合が入ります。7月にはクラスマッチがあります。この子は皆さんの手元にある学校案内の表紙左側の生徒です。美容コースで一生懸命に頑張っています。種目はバレーボールとドッジボールです。礼する方も応援する方も笑顔がいっぱいで、とっても楽しかった思い出があります。9月には体育祭があります。夏休み前から3年生をはじめとして準備をしています。体育祭の本番も楽しいですが、練習中も笑顔がいっぱいで全部が楽しいです。各団の応援リーダーたちが中心となり、生徒たちを引っ張っていきます。リーダーになってもならなくても、体育祭はとても大きな思い出になります。では見られないみんなの姿にとっても感動します。